都農町のグルメ紹介ということで、今日は美福さんに来ました。この前までなかったですよね。おもちゃの指輪です。いや違う結婚指輪です。結婚指輪いただきます。あ、待って、なんかこれ書いてある。何？めっちゃプリプリやろ。プリプリ、綺麗な直線やね。うん、すごい。こんにちは。こんにちは。ピアラーの北ちゃんです。響きです。今日ははい、都農町のグルメ紹介ということで、今日は美福さんに来ました。よっしゃ、前から食べたかったですよ。本当ですか？はい、前回ポパイですよね、はい、グリル、グルメショ、グリルじゃないですね。グルメ紹介、はい、ね、はい、ここはどういうお店ですか？ここは基本的にお肉屋さんですね。で、レストランと焼肉のお肉を買えたりするところがね、隣に道中にあるので、ね、ちなみに来たことは？来たことは2、3回ありますね。本当ですか？あの、めちゃくちゃ美味しいです、本当に。ステーキもあって、ハンバーグもあって、いろいろあるんで、はい、いや楽しみですね。僕初めてなんでめちゃくちゃ楽しみです、ね、ちなみにね、今日はあの PR 班みんなでちょっと、まあ、ご褒美企画じゃないですけど、すいません、ちょっと贅沢にあの4人で食べて紹介したいなと思います。それでは早速行ってみます。おう、いやー、いいね、楽しみやね。こっちがあのお肉屋さん、お肉を売ってある店で、そうですね、この裏にちょっとね、分かりにくいんですけど、入り口が ね、こっちの裏にある。奥に入ってくるとレストランがね、あるんで。いやー、ちょっと僕昼飯の行ってきたんで。いや、そうやろ、そりゃそうやろ。まだね、今1時なんで、めちゃめちゃお腹空いてますよ。今日はね、練習終わりに、はい、ね、来たんですけどね、もう腹ペコですね。腹ペコですね。あ、これは、あれ入り口ですか？あれが入り口ですよ。ちょっとなんか、高い感じが出てますね。いやいや、そんな高くないですよ。そんな高くないですか？お手頃価格。お手頃。あ、ちょっと、にぎわってますね。着きました。いや、部屋もすごいね。そうですね、部屋も個室でね、ちょっと撮ってもらって、うん、ありがたいですね。いや、ありがたいね、本当にね、はい、じゃあ早速、はい、メニューを決めたいと思います。決めます。ひびくん、何にする？何にしましょうね。僕、決まってました、ここ来る前から。何ですか？ハンバーグ大好きなんで、はい、ハンバーグ。師匠がいる。すいません、すいません。なんで、はい、ハンバーグ定食じゃなくて、ちょっとミックス定食。いやー、ちょっとね、色気づいちゃったね。うん、ちょっとなんか、ちょっと物足りなさそうやなっていうね、うん、美味しそうなんですけど、うん、じゃあ、まあ、スポーツマンだからね。そうです、僕はこのハンバーグミックス定食にしたいと思います。あ、噛んだやろ今。噛んだ。これですね、はい、じゃあ次は、おー、ステーキとかもね、すごいね。いいっすね、すごいね、おいしそう。冷や汁もね、宮崎のね、人気なの。ちょっと緊急事態発令してますよ。いやー、緊急事態宣言出てる、出てますね、これ、うん、頑張れ日本。すごい、おいしそう。いや、これは誰か一人頼みたい、頼みたいね。ボリュームがおかしくない？ 500g よ。いけます？なかなかランチのグラム数じゃないよね。すごい。一見で胸焼けしちゃうかなって思うけど、うん、いけちゃうやつなんだろうね、多分。多分そうですね、うん、まあ、食べてからね、いける人がいるやん、うんうん、ね、500は余裕っすね。余裕。じゃあ、そう、じゃあ4回いけるの？チームの中でも退職感の、じゃあ佐藤 P が、佐藤 P、この500g一番いいのいくじゃないですか。ありがとうございます。日頃のね、まあまあまあ、研修の疲れを癒し、1日限定10食あるんですかね。売り切れてないといいですね、すごい人気だもんね、お客さんもいっぱい。じゃあ P がこのリブステーキに決まったというところで、どうしますか？冷や汁定食ですね。いや、わかりました。僕、冷や汁定食大好きなんですけど。大好きなんです。あの、次頼みたいと思います。次にします。今日じゃないですか。はい、今日じゃないです。ゆうこさんはどうします？私はレディース定食とかな、ね、やっぱりレディース定食、多分定食のなんだろう、
品数がすごい多いっていうのを、ね、聞いてたのでレディース定食にしようかな。いろんなものがちょっとずつ入ってて、なんか唯一デザートみたいなのですか、ね、そうそれはレディースやね。そうね、補足感が女性に優しいです。女性に優しいです、美福さんは。そうですよ、レディース定食にします。あ、決まりました。はい、ゆうこさんはレディース定食ということで、一応ね、レディースなんで。じゃあ、きたちゃんは、きたちゃんは、3つじゃないですか。いやいや、ちょっと、なんで俺だけ来てんのに食えんねん。おかしいやろ。あ、きたちゃん、オレンジジュース、またカルピス付きですよ、これ。あ、お子様ランチ。あ、いいね、いいじゃん、いや、バカ、ふざけんな、お前。違いますよ。きたちゃん、決まってます。決まってますか。ワイン牛ハンバーグカレーです。あら、これにします。おいしそう。じゃあね、全員決まったので頼みます。早速頼んでみましょう。お願いします。ピンポン。大丈夫です。あ、大丈夫、なってます。なってる。はい、なってんのか。なってます。なっちゃってたか。いや、楽しみですね。ひびきくん、ご飯おもりとかにしなくていいの。あ、できるんですかね、ご飯おもり。できるんじゃない。すいません、注文いいですか。はい、ミックス定食。これってご飯大盛りとかで大盛りで、それとこれ一つお願いします。 500g です。中ご飯大盛り、大盛りでご飯大盛りでお願いします。あとレディース定食一つ。ご飯普通で大丈夫ですか。はい、普通です。以上。いや、違う。違う。俺、すいません、すいません。ワイン牛ハンバーグカレー一つ。ハンバーグカレー。これ大盛りとかできます？できますよ。あ、野菜大盛りで。ふざけんな、お芝居だ。なんでやねん。お願いします。すいません。お願いします。すいません。お願いします。水。ちょっとやめよう、でも。やめよう。今悪いから。あれ？ちょっと。それ。この前までなかったですよね。おもちゃの指輪です。いや、違う。結婚指輪です。結婚指輪。きたちゃんね。ね、もう先日ね、結婚したので、もう3ヶ月、3ヶ月ですね、奥さんと同棲して。いやね、6月4日ですね、入籍したんですけどね、ようやく結婚指輪も届いて、ちょっと忘れなかった今。ちょっと忘れなかった。お前、密着してんのにそれはないぞ。そうなんですよ、責任感に欠けてるぞ。一緒に役場まで行ってね、付き添いで行ったんですけど、ちょっと入籍の瞬間もね、届けたのに、なんかちょっとゴタゴタって最後まで見届けられなかったんですけど。そうだね、君退場したもんね、途中で、ね、途中退場しちゃって、いい瞬間に立ち会えたかなと。でしょ、貴重な瞬間よ、はい、本当に貴重な瞬間です。そう、感謝して、はい、その結婚指輪がやっと届いたと。ちなみに、いや、その値段を聞くなよ。でもね、もう仲良くやってますよ、うん、日々怒られながら。あれですね、道の駅で買ったんですか。誰が道の駅で、道の駅でリング売っとるか、もうやめろ。売ってないですか。売っとらん、売っとらん。何でも売ってる、道の駅か。あ、まあまあ、何でも売ってますけどね。トライアルかもしれない。いや、トライアルは売ってる。トライアルは売ってるわ、多分。うん、トライアルは売ってる。トライアルいや、違うんですよ。いいですね、うん、ちゃんと奥さんと選んで。そう、仲良くね。仲良く選んで。そう。仲良く。そう。仲良くね。まあまあね、ゆうこさんもね、結婚されてるから分かると思うんですけどね、うん、やっぱいい時もある、悪い時もあるしね、喧嘩しますもんね。喧嘩あ、しないのかな。する感じじゃなかったよ、今。しないですか。まあ、そんなにいいわね。すごいね、やっぱね、夫婦の形がそれぞれあるから ね、 それぞれの形がね、何もしないとこもあるし、毎日のようにね、怒られてね、毎日怒られてるんですか。っていうとこもあるし、怒られてるんですね。うん、まあ、俺とは言わないけど。まあ、それ、北ちゃんのツイッターとかね、北のエピソード、 あれだいぶ面白かったですね。そう、バズったんですけどね、もうちょっと飽きちゃってやめました。なんか水買ってきて頼んでお茶買ってくるとかね。いや、でもバズらんかったな。バズり狙ったんやけどな。ちょっと北ちゃんの文章考えるのにね、うん、1時間。いや、多分2時間ぐらいはもうかかったんちゃうかなって、ね、気になる人はね、北川光平のツイッターでちょっとね、調べてくれればあると思うんでね、フォローしてください、ぜひね。あれちょっと1投稿目はだいぶ面白かったけど、ね、うん、2投稿目ちょっと狙いすぎたな、うん、バレてたね。狙いに来たっていうのがね。でもいちごさんもね、あ、すごい頑張ってる。いや、頑張ってないです、もう物足りなくてもとか言うの載せないで。めっちゃ絶対ダメよこれ。放送します。昨日もね、鮭
1匹出されたんだけど全然足りねえっつってね言ったんすかちゃんと。いや言ってない言ってない納豆食べるわもう黙ってそれはもう鮭1匹じゃ足りねえっつって頑張ってるんですよ奥さんも。すごいいましたね。ああ、それすごかったっすけど、うん、けどやっぱ肉そう肉タンパク質しっかり取れてます不満が、うん、不満がしっかり取れてますここはやめてもいいのかってね、うん、鮭1匹じゃ足りないっていう、ね、今日ここのさ紹介ないんか、うん、そのなんか俺の、ね、夫婦エピソードの話はしょうがないじゃいただきます。あ、待って、なんかこれ書いてある。何？なんか書いてあるこれ。何？やらされると思ったら負けなんです。あ、わかりました。食レポもやらされると思ったら負けなんです。はい、まずこの、あ、こっちも書いてますよ。いや、うるさいな。もう食わせろよ。ほら見て。あ、肉汁がさ、すごいんだよ。ああ、本当に。うまそう。柔らかそうだね。美味しそう。どうすか？うまい。うまい。うますぎる。そう、お腹空いてるからとかじゃなくて、うん、もうハンバーグとカレーがね、めちゃくちゃマッチ。マッチ。うん、だし、カレーがね、カレーが多分ちょっと甘めに作られてて、うん。うん、だから多分。子供とかでも食べれるし。あ、辛くないですか？辛くない。で、ちょっと辛いけど、うん、程いい辛さ。めちゃくちゃ美味しい。マジ？やばい。やばい。うん。ああ。マジでうまい。マジでうまい。うん。やば。マジでうまい。マジでうまい。それしか言わないよ。でもね、ほんと美味しい。ハンバーグとカレー合う？合う。どんぐらい合います？しかもね、このハンバーグもね、それ、ワイン牛って書いてあったんですよね。そう、これワイン牛で作られてて、ワインを飲んだ牛さん。ああ、ね、そうか。すごいね。4かな、牛も。同じの4万人だろ。柔らかめのハンバーグ。柔らかめのハンバーグ、うん、めちゃくちゃ美味しい、うん、それ柔らかめって焼き加減じゃない？いや、でもね、なんていうかな、ちょっと食べてみて、響き。ふんわりしてる感じ、うん、ハンバーグ見た目からもなんかふわふわそうな感じ。なんていうかな、なんか肉の味がすごいするっす。なんかすげえ柔らかい、マジで。食いすぎだろ。一回食べてって言うから。あ、わかるでしょ。わかる、わかるでしょ。わかる。肉しいっていうか、肉の風味がすごいする、うん、なんか肉見た感じ、肉汁めっちゃ出てきて脂っこいかなって思うんですけど、全然、意外とさっぱりしてる、食べたら。へ、全部言ってくれた、俺の言いたいこと。ありがとう。どういたしまして、うん、続いて、響き。いいっすか。うん、安い。見てください、これ。このエビのデカさ。いただきます、お願いします。いただきます。あ、ちょっとうるさいです。え、どれから食べよう。こう、頭取っていいっすか。え、いる頭。俺ちょっと頭食べるんで。おやおや。あ、すごい。バナエビやね。やばい。ね。えぐ。すごい。すごい、なんか身が。でも絶対プリプリや。プリプリ。綺麗な直線やね。うん、すごい。こんな直線。ね、いただきます。まっすぐ。うん。マジでプリプリ。めっちゃ、しかも衣が少ないから、なんかわかるかな、もうエビのうまさがなんかすごい出てる。おいしい。食べてみます？大丈夫。いい。エビ嫌い？うん。カレー、このハンバーガーどうかな。あ、これもめっちゃいいじゃん、それ。あ、ハンバーガー一緒です。あの、ソースが違うだけです。すいません。うまいっす。お子様ランチの上位互換みたいな感じの。あ、いろんなもんね、食べれてね。チキン南蛮まであるし。すごいよ。これね、あの、観光で来られた方とかも、うん、あ、全部楽しめる。そう、宮崎牛も楽しめて。うん、これ、いいっすね。で、チキン南蛮もって。ね。うまいっす。これが多分、この全部の中で一番うまいっす。あ、絶対。
いいですか。いいです。じゃあ、りょうこさんも。いいいいいい。旬は一番最後。じゃあ、いただきます。一番最後に来たんで。旬も食べたいんで、食べたいね。え、じゃあ私、どれにしようかな。りょうこさんも。そうか、じゃあ、チキン南蛮。そういうの巻いたくないね。うん。レディース定食。すごい品数ですよ。うん、そう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10品。10品ね、こう作るってなかなかね、ね、難しい。しかもいろんなものがちょっとずつ入ってるからね、女性にはすごく嬉しい。いただきます。チキン南蛮。すいません。じゃあいただきます。宮崎名物チキン南蛮。うん、うん、どうですか。お肉がプリプリしてて美味しいです。衣も厚すぎないから、うん、すごいなんか、うん、重たくならずおすすめそう。うん、あっさりしてそうですね。うん、甘酢もよく絡んでてすごく美味しいです。すごいね、メニューに品数が、うん、ね、全然違う。嬉しいですか、やっぱこういうのは、女性は。うん、うん、やっぱりね、こういうがっつりメニューも憧れるけど、うんうん、やっぱちょっといろんなものをちょっとずつね、うん、食べたいんですよ、すね、女性は。それが女子よ。これって何ですか、これ。これなんやろね、なんかハッシュドポテト。違うやろ、それに。なんですかね、全然ハッシュドポテトじゃない。絶対違う。ケチャップにつけて。ケチャップ、サクサク系。エビかな。あ、うん、へえ、すごい。エビか魚、すったのを揚げてるような。うん、美味しいです。これもいいとこ取り。はい。冷めちゃうから早速。冷凍できるやつから。さあ、これ。じゃあ、これですね。一番ボリューミーな。うん、はい。いただきます。1日限定10食。これちょっと美味しそうですね。ねえ、圧巻の見た目ですよ、これ。いやー、いいよ。じゃあ、いただきます。すごくいい。ゴリゴリするよね。うん、なんか周り結構カリカリなんですけど、うん、中がすっごい柔らかくて、なんか溶け500余裕ぐらいです、これ。歯いらない。歯は、歯はいる。歯はいる。歯いるんだ。確かに、ちょっと、あれですね。うん、ちょっと表面はカリカリなんですけど、中は、レアぐらいかな。レアなぁ。けど、食べた時に全然嫌な感じはしないです。500でも全然、ペロッといけそうな感じですか。あと4皿いけます。あと4皿それは持ったな。4皿、2キロよ。うん、ソースも、うん、和風。テイストかな。あ、美味しそう。ご飯とよく合いそう。ね。シュンとか何分で食べるか。500g。マジでうまそうですよね。美味しそう。美味しそう、本当に。めちゃめちゃ食べてますね、もう。え？めっちゃ食べてますね、もう一人だけ。そうね。はい。はい。まだ。待って。うん。いや、美味しかったですね。めちゃくちゃ美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。本当にやばかったっすね。超お腹いっぱいになりますね、これ。うん、やばい。すごい勢いで食べてたね。うん、な、500g 何分でしたっけ。500g、しゅんくんはなんと9分で。9分。味わってる、本当に。味わってる。6分だよ。味わってる、味わってる。なんか、早かった。だって、早かった。誰よりも早かったよね。うん、誰よりも早かった。気づいたらもう、なくなった。こんな綺麗にお皿が。うん、だけ美味しかったということかな。ですね。うん、いや本当に美味しかったね。ぜひね、皆さんにもね。そうですね。来てほしいですね。来てほしい。どれも本当にね。うん、タナデズもどれも美味しかった。美味しかった。本当。カレーも美味しかった、ね。カレーも本当に美味しかったっす。カレーも美味しかった。うん、少しいただいて、ね。全然辛くないから。うん。子供でもね、食べれると思うんで、ね。辛いの苦手な人でも全然、うん、いけるし。うん。ぜひね、みふくさんに来てください。このお店の詳細は下で。ってことでね。マジじゃなくて、はい。アスリートも大満足。もう本当にね、この美味しいの満腹の幸せですね、うん、これ。幸せ。
もう幸せなね、今日撮影でしたね。本当にね。もう寝てたもんね、さっき。いやもう気持ちよすぎて寝ちゃった。広すぎてちょっと寝ちゃってました。あの回る直前まで寝てたもんね。すいません、ちょっと寝ちゃってたんですけど、うん、はい、広くていいよね、この室はね。そうですね、うん、素敵な家族連れとかね、子供いたらこことかね、うん、予約すればね、いいと思うので、重宝するね、はい、うん、こういう場所はということで、うん、いいね、こんな、こんなんか幸せな感じで終わるっていいですね。そうですね、だね、ぜひね、ミクさんに来てください、はい、次の動画を見てね、バイバイ。